私自身を。 拳に宿れ。 暗き波動よ。 燃えろ。 殲滅する。
どこかの侵略国家のせいでああいう難民が増えてるのさ。これ以上増やさないために友好を訴えて大戦を防ぐんです。父は必ず平和を選びます。必ず？大した自信だな。父親だろうが結局他人だろう。あんまり気にすんなよな。私一人が消えて済む問題ではありません。元老院はソリドール家の存在自体を憎んでいます。奴らを抑える口実が必要です。必要だと？そうか、必要か。措置の決まり文句だな。血を流す決断にけほどのためらいもない。ソリドールの剣に迷いは不要。その剣を鍛え上げたのは陛下ご自身です。復讐のつもりか？必要だと申し上げました。今やらねばもう一人の未来も奪われます。白い手の者に代わり、その手を汚すか。すでに血に染まっております。ならば最後まで私が。すべてはソリドールのためにか。
ないか。何、眠っておるようなものよ。夢を見ておる。夢幻と写しは表裏の人絵をなすものゆえに、夢は誠を映す鏡よ。アナスタシス芸官、私は必ずともよい。ラミナスの娘アーシェ、そなたの夢を見ておった。暁の断片を手にするそなたこそ、ダルマスカの応答を継ぐ者、王国の最高を願うそなたの夢、私にも伝わっておる。それでは大僧正芸官、アーシェ殿下の王位継承は。おっと、そいつは諦めてもらえませんかね。いよう、皇帝候補殿、呼び出されてやったぞ。彼に会わせたかったんですよ。この人、これでもロザリア帝国を治めるマルガラス家の方なんです。山ほどいるうちの一人ですがね、私だけじゃ戦争を止められないんで、ラーサに協力を仰いだってわけで。アルシド・マルガラスと申します。アーシェ殿下におかれましてはご機嫌麗しゅう。ダルマスカの砂漠には美しい花が咲くものですな。アルケイディアにはラーサ、ロザリアにはアルシド、彼らは戦の夢を見ておらぬ。両帝国が手を取り合えば新しいイバリースが開かれよう。はあ、それこそ夢物語ですな。現実には戦争が起こりかけてる。私を招いたのも大戦を防ぐためと聞いておりましたが、私が王位を継いでダルマスカ王国の復活を宣言し、帝国との友好を訴えて解放軍を思いとどまらせると。なのに今になって諦めろとは。姫のお言葉があれば解放軍は動けず、我がロザリアも宣戦布告の大義名分を失う。そういう狙いでしたがね、流れが変わっちまいまして、2年前お亡くなり遊ばされたはずのあなたが実は生きていたなんて話が出ると、かえって事態が悪化する状況でしてね。私に力がないからですか。いやいや、あなたのせいじゃありませんよ。ではなぜアーシェさんから友好の呼びかけがあれば、僕が皇帝陛下を説得します。陛下が平和的解決を決断すれば。ウラミス皇帝は亡くなった。暗殺されたんだ。父上が。なぜ我々は皇帝を手にかけねばならぬ。おのれ、たばかった。このままでは済まさんぞ。元老院の犯行ですと。首謀者はグレゴロス議長。陛下に毒を漏らせたと認め、潔く自決した。元老院議員の大半が共犯者だ。よって直ちに議会権限を停止、私が臨時独裁官として事態の収拾に当たる。たわごと、私が真の反逆者を見抜けんと思うか。言葉が過ぎるぞ、ドレース。ザルガバース、ケーマでもが茶番を演じるのか。ロザリアの侵略が迫る今はベイン殿の力が必要だ。ソリドール家も私とラーサーを残すのみとなった。まさかラーサー様をも。ベイン・ソリドール、法の番人たるジャッジマスターとして貴殿を拘禁させていただく。ベイン閣下を独裁官に指名したのは法を司る公安総局だ。わかるか、ドレイス。閣下に剣を向けた瞬間、お前は法に背いた。
様も茶番の共演か。ザルガバース、アレキサンダーを与える。ベルガを伴ってラーサーを連れ戻せ。はっ。閣下、ラーサー殿の保護は私が。私を監視しなくていいのか。あれこれと探りを入れてグラミス陛下に報告していたそうだが。それは、ケイは陛下の犬だった。今さら飼い主を変えるつもりなら、そうだな、ジャッジマスターの職務を全うしてみせろ。法に背いた者を裁け。閣下、それはあまりに。全てはソリドールのために。仮に姫が平和的解決を訴えたとしましょう。グラミス皇帝なら戦争回避を優先したでしょうが、相手はベイン・ソリドール。姿を現した姫を偽物だとか断定して解放軍を挑発するんじゃないですかね。ベインは戦争を望んでいる。都合の悪いことにあいつは軍事的天才だ。私も夢に告げられた。そなたが姿を現せば戦乱を招き、ベインが歴史に名を残す。帝国軍は全軍挙げて海戦準備を進めてましてね。うちの情報では、ベイン直属の西方総軍が臨戦態勢に移行し、新設の第十二艦隊が新発、それと本国の第一艦隊も戦艦オーディーンの改装終了を待つばかりでもって、ケルオン派遣軍の第二艦隊が第8艦隊の穴埋めに駆り出されますが、つまりどえらい大軍だ。そして切り札は浜関。大僧正芸官、王位継承の件はしばし忘れます。力を持たない私が女王となっても何も守れません。より大きな力を身につけてから。改めて、そなたが夢見るのは浜関の力か。浜関以上の力です。力を持って力に挑むか。まこと姫の子らしい言葉よ。私は
覇王の末裔です。ならばレイスウォールが残したもう一つの力を求めなさい。そんなものがあるのですか。ハラミナ大峡谷を越えミリアム遺跡を訪ねなさい。レイスウォールが当時の大僧侶に委ねた力が眠っておる。浜石を立つ覇王の剣、己が覇業を支えた浜石を砕く力を、なぜ子孫ではなく他者に託したのか。剣を手にして悟らなければ王国最高の夢は夢のままよ。私の夢もやがて覚めるか。
Thank you.